はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート40やっていきたいと思います。これも完成しそうだな。 92% か。大灯台へ行くところですね。ただまあ夜は夜なんで、例によって寝ますか、まあ、寝ておけよっていう感じもありますけれども、寝室へ行きましょう。あ、完成した。結局旅立つ前に完成したな。食料不足は食料不足なんだよね。毎回悩まされる食料不足。その作物とかをさ、自動で生産するシステムがないから、材料は自分で集めてこなきゃいけないっていうところがちょっときついんだよね。まあ、少しでもちょっと刈り取ってから行きますか。できてない、全然できてない。で、水が足りないとかある？もう一回水流しとこう。あれ、ちょっと待って待って待って、なんでこれさ、あ、いけた、広範囲にできないと思ったな。はい、でこの城の北って言ってたよね。北ってこっち側か。で、女神像があるところってあそこなんだっけ、魔法小石最初に取りに行ったところかな。あれ、印どこになってるこれ。あそこか。あ、やっぱそうだね。ちょっともうモンスターはここら辺の敵は全部無視でいいや。肉とか落とすわけじゃないんで、肉を落とせばね、食料調達にもなるんで戦うんですけど、ここ女神像とかない。これのことかな。どれ。お前は何を見てるんだ。女神像が見つめる先といっても何も見えない。いや、そもそも俺には女神像が見えないんだけど、とにかく飛んでみる。竜巻が出ることもある。うまく避けて飛んでいこう。へえ、女神像回収したからな。おお、すげえな。この竜巻巻き込まれたら、おお、やばい、超怖いんだけど。そして島が見える。目的地はあそこか。下にはまあなさそうだね。あ、これ導きの玉がある。よしよしよし。しかし、なぜこんなものがこんなところに。どうやらあそこから登れそう。とにかく上に行ってみよう。ちゃんと起動させておこう。大灯台入り口、登るだけだったらさ、正直足場作って登っていけばいいんだけど、まあ、多分内部から行かないとダメだよね。ことはそんな単純ではないはずだ。いや、単純かもしれない。あれ、敵がいる。あそこに魔物がいるぞ。なんだ、え、どこに行った今。魔物の姿が見えなくなってしまった。なんだか怪しい魔物だ。あ、こっちに、この中行って、ちょっと待って。え、今何？あれ？ただ目的地がここになってる。え、なんだなんだなんだ？あ、この中になんかあるよっていうこと？一応ここの世界の住人はあんまり空気を必要としてないのかな？おおおおおおお、なんだこれは。赤、飛び乗れば跳ねるトランポリン。緑は跳ねれば跳ねるほど高く飛べるルーランポリン。塔を登って中を調べるしかない。ヒントがないか辺りをよく見ながら力の応募を探そう。え、ヒント、とりあえず登ってみよう。これだけ。これでどうしろっていうの。
どんどん高くなってんね。待って、ちゃんと着地しよう。っていうかさ、これ例によってさ、足場作っていけばよくない？いっぱいあるから。それじゃダメなの？これでいいでしょう。あそこにもなんかあるな。ほい。で、ちょっとあたりを見回り、おおおお、上に行ける？行けた。何かがあるというわけではないね。はい、置けません。じゃあいいよ、自分で行くから。アネッサちゃん、君は一生そこで跳ねてる。行けましたと。あ、宝箱がある。ただ邪悪な宝箱だね。人間ども、お前たちが勇気あるものかどうか試させてもらう。魔物の群れが現れた。乗り越えてみせよ。なんてなんか言いやつぶってんのこいつ。寝たー。あれって何、イオナズン？どうなんだろう。炎の剣よりガイアの剣の方がいいかな。逃げろー。ああれラリコーか。え理由がよくわかんねえな。力のオーブを手に入れた。やった、早かった。これが一つ目の設計図に必要な力のオーブ。すごい力を感じる。確かにこれならアトラスにも対抗できるかもしれない。この建造物は一体何なんだ。何か不思議な感覚だ。こんな場所にポツンと立ってまるで幻でも見ているような。とにかく城に戻ろう。もう一本宝箱、これ普通に命の木の実使おう。なんかすげえ無理やり来たんだけどさ、え、よかったのこれで。もうない、マジでない。一番上に出てみる。ちょっとクライミングテクニックで。あ、ここ出れない。あっちから行かなきゃダメか。ここは行ける？いや、行けねえな。ここは？もうちょっとこっちか。ここ、あ、ここなら行けそうだな。よし。一番上に出てきたけど、特になんもないね。宝箱が配置されてるとか、そういうのはなさそうなんで帰ろう。あ、ちょ、なんか全体図みたいなの見れる？全体マップってこうなってんのか。まあいいや、帰りましょう。力のオーブはもうそのまま置けばいいのかな。ああ、料理ができている。げ、拠点を守る。お、魔物が来た。設計図を待ってくださいと。いや、もうできてるよ。最近なんだか不安。城の中に怪しげな動きを感じている。地頭様が牢屋に入れられたのも何者かの計略ではないでしょうか。戦況や今やこちらに勝算がある。それでもまだ裏切りを続ける。これは勝ち負けではない。何か特別な理由があるのかもしれない。なるほどね。次、最初の設計図が完成したよーと。2本の塔と砲台、そして砲門があればミラデイン砲を使えるようになる。それはそうと、いい加減指導を牢屋から出してくれ。アネッサのこともそうだけど、慎重にことを進めなきゃ全て無駄になる。ここは僕に任せてほしい。塔の台座に力のオーブを置いてくれ。そうすれば1本目が仕上がりますと。
魔物をめっちゃシカトしてんだけどさ、まあいいや。あれ塔ってどこ、え、なんかよくわかんない位置にできたな。ここか。でここに置く。 OK です。1本目の塔が仕上がった。この塔とみんなこれから作るもう1本の塔でみんなの力を集める。砲台に力をみなぎらせて砲門を開くことでみんなで砲を打てるようになる。君は戦う力はそこそこだが、どうやら人を率いる才能がある、考えがある。君が多くの兵士を従えるように王様に相談しておくよ。素晴らしい塔ではないか。あとはこれから作る砲台に送るために皆の力を塔に集めなければいけない。塔に手をかざすのだ。今さ魔物が襲撃してきてんだけど、そんな暇ある？え、すげえ。あいつ巻き込まれてんじゃん、金融指示みたいなやつ。これで私たちの力が塔に集まった。2本目の塔と砲台が完成すればミナダインが撃てる。さらなる力を集めるための2本目の塔。いけ。ここにできるの。まあ多分同じだよね。お前ら墓場に乗ってんのか。2本目の塔の設計図。ダートワトラスにまた一歩近づいた。なぜ攻めてこないんだろう。いつもならそろそろ攻めてくる頃なのに。作るだけ作らせておいて一気に破壊するつもり。我らにより強い絶望を与えるために。教団のいつもの手口。ひょっとすると教団にはまだ何か目的があるのかもしれない。いずれにせよミナデイン法の完成を急ぐべき。引き続きみんなで建築を進めていこう。いや、それ力のなんとかがないよ。魔力のオーブか今度は。ムーンペタのはるか北にあるローラの門。ローラの門は水に沈んでいる。なぜそのような建物が。私にも話せぬことはある。 OK です。じゃあムーンペタ行きましょうか。もうここ任せるよみんなに。すっげえ光ってんだけど。でこっからこっち。拠点を狙うモンスター去ってった。早っ。特に何にもすることなく去ってったな。じゃがいものあいつがいねえな。ここじゃがいも地帯だったのに。あれ？これなんだっけ？ピカンコではないんだよね、実は。毛皮か。肉、肉、肉。こいつどうしよっかな。まあ一応倒していくか。そんなに時間かかんないからね。あ、肉、肉、肉。腹が減っている。ちょっと待って。ステーキを2つ、2つ食ってしまったんだ。肉になってもらうぞ。肉を調達せよ。綿か。今は綿より肉が欲しい。ここも結構爆弾岩とアルミラージの地帯だね。やつを倒す。綿か。よし、肉。リカントは放っておこう。かわいそうだ。かわいそうだが生きていくためなんだ。しょうがない。生きるとはこういうことだ。
すべての食材に感謝の気持ちを込めていただきます。食べよう。あれ、なんだこいつ。ローラの門が沈んじゃうなんて最近世界の様子がおかしい。んが人間だ、助けてー。あの魔物ローラの門がどうとか言ってた。水の中に逃げていった。追いかけよう。どうだい、水の中まで執拗に追いかけてくるなんて僕に何か用かい。君たち、水に沈んだローラの門の奥にある宝箱を探しに来た。水の中で息ができない人間がこれ以上進むと死んじゃうよ。いや大したことないけどね。貝が吹き出す空気をうまく捕まえながら進めば奥まで行けるかもしれない。しびれクラゲのビリビリに気をつけて。え、体力とか減ってくのこれ。まあ一応行ってみるか。え、貝のやつって何？石になってしまった。人手がある。スタミナがなくなるとあれかな。これ欲しいんだけどな。いてー、しびれたー。しかも結構食らうんだけど。貝が出す空気ってそんなこと言われてもな、わかんないんだよな。スタミナがなくなると多分やばいんだろうな。桃貝、あ、あれか、あれを捕まえろってことね。うまく OK、 スタミナ回復、一気に前回まで回復するね。しびれクラゲはもうマジで手出さない方がいいな。で、貝ごとにちょっと1回ずつ回復していこう。よし、タイミングよく入ってくれるんだ。え、力を示せ。いや、ここ炎で来たのは間違いだったな。ちょっとここにいよう。あいつはしびれてやがる。やはり指導がいないのはきつい。すんげえ減るんだけど。魔法の盾作ってねえや。これであげよう。え、どうだった。水中だから遅い。てかアネサ死にそうだし。普通に先にアネッサが死ぬか。よし、俺たちの方が早かったな。クッキー、クッキープリーズ。で、あそこの宝箱か。てかローラの門ってさ、何がローラの門だったんだかわかんねえんだけど、そんな感じはしなかったね。魔力のオーブ、まあここはもう二度と来ることないと思うから、宝箱破壊しなくてもいいかな。これが塔の完成に必要な魔力のオーブ。一度城に戻るとしよう。てかもうさ、息ができないとかそれ本当関係ないよね。あ、見た目変えられる。変えよう。女、いやでも変えるものがないんだよね。バニーちゃんくらいしかないからね。じゃあこっちの今のかっこいい方でいいや。これちょっと回収してきます。あとはこれも回収してこう。なんか結構珍しいのがあるこの世界には。これはただのあれか、木か。で、これは海藻で、これ回収していこう。ガラス瓶、奥とかなんかいけそうなんだけど。あ、ちょっと空気がない。空気が、貝の空気を回収していこう。てか貝ってさ、なんで空気を吐き出せんの。ブクブクブクって何、ずっと水へ潜ってたから。人手、人手って食えるんだっけ。なんかすれば昆布とかって食えるよね、よく考えれば。ちょっとでもちょっともう食料調達に励まなくては。桃貝を焼き桃貝にすれば食えるから、今そういうものをね食って上をしのがなきゃいけないんで、みんなには我慢してもらおう。あ、てかさ、
あれやりすぎるとちょっとスタミナの消費が激しすぎる。息息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 、よし、オッケー。ちょっと走れないな、ここは。あー、ここから上に行けるかな。全然わかんねえとこに出てきた謎すぎるだろ。あそこに木箱が浮いている。え、でどっから来たの俺。あそこか。帰ろ。で、塔は完成したのかね。ちょっと塔がどこにあるかわかんないんだけど、そもそも魔力のオーブを手に入れた。2つ目の設計図も建築がほとんど終わっている。ローラの門や大灯台は一体どうしたのか。わしの言葉を覚えておるか。以前申した、そなたたちはここで世界の秘密に、大いなる謎に触れるかもしれん。大灯台もローラの門も本来はあの世に壊れてはおらぬはず。そしてそもそもムーンブルクは一度ハーゴンに滅ぼされたが、すでに復活しておる。うん、そうだね。わしが言ってることよくわからぬであろう。すまんが、わしにもわからん。ただわしの中でビルダーの鐘の音を聞いてから、この世界に対する多くの疑問が生まれている。もう少し調べよう。よし、では置いてきますか。置いてくる前にちょっと食材を、パンもらうよ。肉、あ、人手は入れらんねえや。桃が入れとこう。カニは、あれ、カニ、あ、カニは入れられるね。ってことはじゃあ人手、人手もちょっと一回料理してみる。あ、いけません。マジか。じゃあ人手は回収しておこう。これと生肉ね、だいぶ調達してきたから。あとはじゃがいも5。いやー、全然ない、全然足りない。ベイクドポテト10個入ってるけど、ちょっと待って、料理してねえじゃん。昆布、そっか、昆布とこれとこれ入れられんな。あ、俺サンドイッチ持ってたじゃん、よく見れば。じゃあこれを食って上をしのいでおくか。よし。さて、では魔力の塔、あっちか、墓場の方だったな。ギリギリここが侵食されてない。特に何も使わなかったけどね。いけねえんだけど。 62% って全然進んでねえじゃん。おめえらサボってたな。これ寝ちゃうとだって作ってくんないよね。え、物が足りないとかある？ 63% から進んでないけど。え、材料はだってお前らで調達してくれるはずだよね。これも置いていいですか、ここにできた瞬間完成みたいな。ここだよね、置くところ。はいあれ、一気に進み出した。あ、でもやっぱ一定期間進まなくなって、で一気に進み出す。俺は見てることしかできない。ちょっと指導のところ行くか。じゃあ指導に会いに行きましょう。アネッサまだ作らないんだね。ビルダーじゃないって言ってるからね。おーい、牢屋に近づけるわけにはいきません。あれ、お前なんだお前いたの？てか弾き出されたんだけど、外に。
こいつ何してんだろう。特に何もしてなかった。見守るか。出来上がるのまだ 69% だね。なんだこれ全然進んでねえじゃねえかよ。あ、進んだいきなり進み出すな。謎システム。また進まなくなった。結構時間かかるぞこれ。あ、もしかしてこっからアイテムを取ってきてるから、遠いんだよこれ。いや無理だ、持っていけねえんだけど。持っていけない。壊せんのこれ。ちなみに壊せる。ちょっと待って、壊してあっちに置いた方がいいんじゃない。材料持ってくるのに時間かかるんだよ。 88%。 ちょっと出来上がるまで待ちますか。よし完成。てかこいつはさ、作ってる間みんなさ上から落っこってきてダメージ覚悟。それは変わらないんだな。2つ目の設計図が組み上がった。砲台と実際にミナデインを撃つ砲門が出来上がればミナデイン砲が完成する。あの塔を完成させてしまおう。魔力のオーブ置いてくれ。もう置いたよ。置いてくれたんだね。2つ目の設計図も完成。ミナデイン砲だなんてさすが王様、伝説の勇者の血を引くだけはある。ミナデイン砲さえあれば人間でも魔物でも誰にだってミナデインが撃ってるってわけ。さっき王様と何を話していたんだい。内緒の話だったみたいだけど。王様っていうのは人に言えない秘密があるもの。僕たちにもわからない重圧がある。だけど真実を隠すことが正しいことなのかな、僕にはよくわからない。最後のトータル砲台に送るためにみんなの力を集めればいい。手をかざしてくれ。誰に上にいる人たち巻き込まれてんぞこれ上出来。なかなか上出来。これでこの塔にも力が集まった。砲台とミナデインを打つ訪問、アトラスを倒す究極の兵器の完成。最後のトータル砲台の設計図。これは後ろか、あの鐘の音の後ろか。主塔の設計図。あ、主塔が最後なんだ。こっちの方に、あ、あそこ俺が陣地広げたとこじゃん占領されてる。魔力を打ち出す砲門はこれから作る砲台のてっぺんに作る。まずは砲台を完成させるがよい。その2つが完成すればあの巨大なアトラスもきっと倒せる。ところでアネッサ、君はここまで来てもまだ教団には勝てないと思ってるのかい。必ず勝てるというそのおごりが負けを生む。実際に勝利をつかむまで私は何も言うまい。今はコミット話をしている時ではない。勇気のオーブというものがいる。口にするのも恐ろしい地獄の中にある。おいそれとは取ってこれない。兵力を集中してその場所に乗り込む必要がある。今こそ勇者の旗をニカミックスに渡す時です。全軍で勇気のオーブを取りに行きましょう。これを授けよう。勇者の旗、チャッチーななんか昆布みたいだよね。勇者の旗があればムーンブルクの全兵士を率いることができる。そなたの場合うまく扱いよう。装備しなければいけない。
武器と同じ勇者の旗を振れば周りの兵士たちのやる気上がり能力が増す。回転切りと同じように扱えばそなたの周りに兵士を集合させたり解散させたりすることができる。まあやってみようと。装備して振ってみてくれ。装備する。あ、でかい。おお、兵士が集まってきた。あ、すげえすげえすげえ。みんなスーパーサイヤ人化してんだけど。兵士は戻っていった。へえ。ちょっと一回集めよう。なるほどなるほど。勇者の旗をうまく使いこなした。本来は時が来ればアネッサに任せるつもりだったが、やはりそなたがふさわしい。これで全軍を率いていけば王様の言う口にするのも恐ろしい地獄にもきっといける。僕も行くよ。みんなを率いてくれれば怖いもんなしさ。シドウと一緒に行きたい。早く牢屋から出してくれ。逆にみんなが混乱してしまう。シドウのことは全て済んだら考えよう。いよいよ最後の素材集め。勇気の棒を取ってきてほしい。この世の地獄、ロンダルキア。なるほど、確かに。全軍で行けば城の守りが薄くなってしまう。君はやっぱり勝つ気はないのか。ここは全ての力をかけるところだろう。今回ばかりはわしも行こう。ロンダルキアってどこにあるの。あれ、あ、そうか、今勇気の旗を装備してるからか。これって全員ついてきてる。一回ワープで行っちゃダメなの。あ、ついてきてる。え、俺言っとくけど風のマント使うよ。みんなの分はあるか知らないよ。でもみんなの分はね、空っぽ島でもあったからね。どこだ。まず一旦ここら辺で降りよう。おお、すげえ。なんかこの間にお城襲撃されそうだな。今は守りが手薄ですみたいな感じで敵に情報が伝わって。こいつはさ、絶対さ、行方不明になるやつら出るだろう。こんなんやってたら。ではさらに行きますか、奥へ。おおお、あるね。スライムじゃん。ブルブル。いや、人間さん、まさかこの先に進むつもりなの。この洞窟の奥はロンダルキアっていう場所さ。この世の地獄って呼ばれているところ。僕も行ったことはない。恐ろしい光景が広がっている。どうしても行くつもりなら止めない。苦しまずにさよならできるように僕はお祈りしててあげんね。なるほど、この先は危ないぜ。ここがロンダルキアの洞窟か。ロンダルキアへ続く洞窟。そうだよね。くれぐれも油断するんじゃないぞと。兵士たちは3段階までパワーアップできる。あ、敵がいる。ちょっとパワーアップしてこう。いけ、みんなスーパーサイヤ人になれ。行け。え、100って強くね。回復兵いる。これでいいのかな。合ってるんだか分かんない。強い。え、これでも全員はついてきてないよね、さすがに。回復兵は1人いるな。この衛兵がいない。この衛兵は城に待機か。ちょっと待って、視点があんま良くないんだよ。お、魔物の群れ。ちょっと待って、俺のとこ来てるよ。行け、逃げろ逃げろ。俺もちょっと攻撃するか。あ、しまった、これ攻撃じゃないんだ。
え、じゃあもうこれやるしかなくね。ひたすら旗を振るしかなくて死にそうだし。あ、ベホマラ唱えた今。離れろ。いや、なんかみんな勇み足すぎだろ。こっち大丈夫？範囲があるからな。みんな鍛えておかないと。こいつ多分鍛えられてないよね。あ、こいつやばい。あ、ドラゴンの肉手に入れた。お前大丈夫か？常に気を配ってあげないと。約束約束。死んでる。俺は鼓舞してやろう。よし、倒した。じいさん、お前の死は無駄にしない。ものすごい敵だった。ロンダルキアに入る前死ぬかと思った。死んだだろ。どうした、ぼーっとして。指導のことが気になる。破壊の神よ。また貴様か、しつこいやつだ。このような牢に押し込めるとは、ビルダーも友達たるあなたにひどい仕打ちを。あなたは気づいているのではないですか。物を作るビルダーと破壊神たる自分が相入れぬ存在であることを。俺は破壊神なんかじゃない。ではなぜあなただけ物を作れないのです。なぜ真実を映すという鏡に姿が映らないのです。自分を抑える必要はない。悩むこともない。すべてを破壊しなさい。そうすれば気分も晴れ、本当のあなたになれる。神たるあなたにはそれが許されましょう。俺の中から消えろ。大丈夫か、ミカミックス。え、何か、ぼさっとするな。どうやらこの先がロンダルキア。先に進むぞ。体力減ってんな。ほよ。ロンダルキアってめちゃくちゃ広いよね。洞窟か、落とし穴とかあんのかな。落とし穴だらけのところ。あ、いる。ほら頑張れ。いけいけ、ベホマナー。いいね。ベホマナーは支持したいな、自分で。もう一人は常にベホマナー要員で行きたいけど。あー、メタルハンターがいる。キラーマシーンではないからな。ただいけ。え、何してんのこいつら。はよ、いけ。これ俺の経験値になる？あ、なってるね。597。で、ちょっと待って、出口あっち側だけど。骸骨。これにもダメージがあればいいんだけど。てか、骸骨楽勝だな。骸骨クラスだったらすげえ楽だわ。メタルハンターがちょっと強いんだよね、やっぱり。いけ。あとは巻き込まれないように、巻き込まれないようにきちんと鼓舞しよう。なんかすげえ下に行ってるけど、だ大丈夫。いいや、もういい、仕方しよう。俺についてこい。で、骸骨剣士って、これそのままさ登っちゃえばよくない？また例によってクライミングで。こいつらもうマジ雑魚。お、
か。あ、あれ？あ、着いたか。行き止まり。この壁氷でできている。壊せますかと。お任せあれ。氷これ、おお、新しくできた氷、なんかすげえ使えそうな気がするんだけど。真っ白ではない、めっちゃ緑が広がってる、虹がかかってる、すげえ。ここがロンダルキア、思っていた光景とまるで違う。幻でも見ているのか。この先に魔物の気配がある。あ、ただ魔物はいるんだね。ちょっと周りを見ながら行こう。ここはあれかな、最後の復活の呪文を聞けた祠かな。であれってさ、旅の扉でどこだっけ、ムーンフェザーじゃなくてどっかに繋がってたよね。君は人間かい、ここの人間とは少し違う。ここは綺麗だよね、美しいよね。やっぱり幻はこうでなくちゃ。この世界はただの幻、恵みを生む大きな木も金ピカの建物も全部全部幻。でも知ってる、この世界はもうすぐ壊れちゃう。幻はいつか消える運命。君は一体何を言ってる。ここはハーゴン様がロトの三勇者を招き入れるために作った場所。あ、もしかしてそういうこと。ハーゴン城の幻があったじゃないですか、それってこと。幻を見続ける人たちの天国、あれなんだっけ、ルビスの守りで破ったんだっけ。向こうにも魔物の気配がある。ちょ、女神像壊してこい。あ、バラこれ、え、バラは、あ、ちょ待って待って待って、これさ、あ、炎の次出してしまったよ、装備。バラ欲しい。ちょ、ダメだ、幻だ、すべては幻だ。このまま進んでいけばいいかな。じゃあここは何でもない。え、どっちこっちでいいの。あ、さらにこのまま道沿いになってるね。進んでいこう。おおお、目的地ゲッでかすぎる。サイクロプスか。話す。美しい場所だろう、きっともうすぐ消えるな、消えるからなんだろうな。ここがどんなに悲しい世界でも最後の最後まで俺はここにいる。俺たちはそう定められている。ん？さらに奥があるってこと？てかお腹減った、肉食おう。結構でかい。なんじゃあの城は。すげえ、これはなんと怪しげながらも美しい。とにかく行ってみよう。遠いな、高台もないからね。あそこから飛べばよかった。あれ、なんかいる、なにこれ、座る。え、なにこれ、なにこれ、パクっていい、やった。青虫ソファー頭なぜこんなところに。え、しかもなんかひらめいた。ああ、そのままね。これ隅々まで探せないからね、こういうのあったとしても。たまたま今見つけられたけどさ、てかまあ道中にあったから見つけられたけど。これはギガンテスだね。
遠くから見れば綺麗。このロンダルキアも、あそこに見えるローレシア城も。本当のことを知りたければ近くから見てみるといい。後悔しても知らない。へえ、やっぱローレシア城だよ。ハーゴンが幻でローレシア城を見せたじゃないですか。それだよ。その世界ってこと？なんかいる。あ、ちょっと壊れてるね。犬いたよね、確かに。話せる？撫でる。ワンワンワン。ああった、ここここ、そう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 。あ、いるじゃん。話す。ここは道具屋です。お買い上げですね。どれいたしましょう。薬草ですね。その品物8ゴールでいいですか。はい、どうぞ。旅の方、枯れ草を手に入れた。もう一回くれんのかな。超いいやつだ。枯れ草くれる。で、こっち宿屋だよね。壊れてるけど。あ、そう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 。お、寝れる。旅人の宿屋へようこそ。一晩3ゴールですが、お泊まりになりますか。はい、それではごゆっくりお休みください。おはようございます。では行ってらっしゃいませ。へえ、はいとか家とかって作れんの。ちなみにこれ多分なんか、え、セリフを持たせられるのかな、こういう人たちに。だったら面白いよね。ようこそローレシア城に。あ、これは王子様、お帰りなさいませ。あ、そっか、幻で作ってるからみんなテンプレなんだね。旅の扉とかもよくわかんねえわ。おお、割と再現されてるね。壊れてるけど。へーへーへー、なんか面白いは面白いな。悪魔神官が捕らえられてた牢屋はあるかな。行ってみよう。地下行ける。地下があるな。ある、牢屋はある。ここは牢屋です。しかしご覧の通り、今は悪さをする者はいなくなりました。あ、セリフもそうか。ってことは、あ、そうか、幻だから悪魔神官とかいねえわ、ここ。なるほどね。どっから来たっけ。ちなみに何くれたんだっけ。こうして私たちがゆっくりデートを楽しめるのはハーゴン様のおかげですわ。なるほど。空っぽだね。何も入ってない。じゃあちょっと王様のところへ行きますか。なんなんじゃこの連中は。どうにも様子がおかしい。目もうつろでどこか幻でも見ている。勇気のオーブはこの奥。なんでバニーちゃんがいるの。こんなやついたっけ。私は前の大臣に代わって王様にお仕えることになった、エミディア。あれ、なんか確かにいたような気がするな。これルビスの守りとか持ってないんですけど。わしがハーゴン殿を誤解していたせいで、そなたたちは随分心配をかけた。しかしもう安心じゃ。ハーゴン殿は実に気持ちのいい人でな。わしも部下にしてもらったんだ。わはは。ああ、なんだ。消えた。消えた。これは。今消えていった人間たちのように貴様らは消えゆく運命。我々教団も幻であれ偽りであれ、消えゆくには消えゆく瞬間がある。その瞬間は誰にもわからん。ただ分かっているのは、滅びからは逃れられない。ハーゴン様がお作りになったこの始まりの地を貴様らの墓標としてくれよ。げ、強そう。これはこれで人間どもを皆殺しにできる。そなたの働き素晴らしかったと。さあこっちに来るがよい。
ああ、あいつか。リック、君はまさか。いや、なんとなく分かってんだよ。仲間を分断し戦力を削ぐ。そして今後教団が使えるようにミナデイン法を作らせる。いろいろ邪魔入ったし、計画通りにいかないこともあった。だけど最終的に全てうまくいった。貴様が敵のスパイだった。なぜ裏切った？裏切ったのは君たちじゃないか。ずっと信じてきたハーゴン教団を。約束していた褒美を取らせる。仲間として魔物にしてやろう。え、そんな簡単に魔物にできるの？僕もやっとこの姿に。ありがとうございます、ありがとうございます。行くぞシルバーデビル。シルバーデビルか。大して強くないな。もっとすんげえ魔物だったね。まあシルバーデビルは確かに弱くはないよね。後半の方の敵だから。まず裏切り、あ、ちょっと待って、肩振ろう。ほら行け。どこにいる他の人たち。あれ、これだけだったっけ。どう、みんなの強さがわからない。あ、こいつらのやる気がそげている。ちょっと待って、分散しすぎてんね。あ、分散してもまあいいか。格撃感になってんな。ほら行け。この私が最後はお前だ。いや、俺たちの戦力はお前が一番知ってたはずだろ。リック、偽りの世界はもうすぐ滅びる。僕たちは戦いに勝っても死ぬ運命なんだ。僕は偶然そのことに気がついた。だけど王は何も答えてくれなかった。そんな時悪魔神官様が来てこう言った。うまく働けば仲間として死から救う。ミカミックスが島に来て鐘を鳴らした時僕は思った。これは教団の仲間になれるチャンスだって。お前は教団は絶対、その教えは自分を捨ててでも守るべきもの。僕に信念を与えてくれた絶対のもの。アネッサ、僕は気づいていた。君がずっと教団を信じていなかった。アトラス様は強い。人間にはとても勝てないだろう。せいぜい無駄にあがいて死ぬがいい。はっはっは、ハーゴン様万歳工夫。最後完全に捨て台詞だな。うん、悪魔神官が何か持っている。やるではないか人間。やはり人間は舐めたものではないな。もうすぐ滅びの日がやってくる。偽りの世界はやがて消えゆく運命。だからこそその前に私がこの手で滅ぼしてやりたかった。貴様らはビルダーが持つその旗で愚かにも全軍を率いてきたんだろう。手薄となった城は魔物たちもさぞ攻めやすかろう。さあ偽りの人間ども滅べ。いや、でも全軍ではないよね。悪魔神官が何か持っている。勇気のオーブ。それが勇気のオーブ。悪魔神官が気になることを言っていた。手薄となった城は攻めやすい。了解。ワープで戻ろう。おお、火の手が上がっている。これも全て悪魔神官とリックの計画。さあ行くぞー。わしらが出払っている隙を突くとは。あのドラゴンたちを倒す。ちょっと待ってね、スクルトかけてっから。スクルトじゃねえや。あれ、王様たちこっちにいるよ。ダースドラゴン、ドラゴン兵団長。
いけ。なんで王様とか外に戦闘のために出てきたのかな。いや、もう倒してる。あれ、王者めっちゃ入られてる。こいつらをどうするかだな。あ、みんなやっぱ格好撃破になっちゃってるわ。こいつはもう倒せんな、バトルデックスみたいなやつは。よし、ドラゴンは倒した。こいつら鼓舞してあげてもダメだ。さすが戦闘要員ではないからな。あとどれ、うちの料理が。強っこれが人間の力だ。ミカミックス、なんとか勝てた。よくやってくれた。おお、ミカミックス様、よく助けてくださいました。必ず来てくれると信じてました。突然ドラゴンたちが攻めてきて、さすがの僕もダメかと思った。よくぞドラゴン兵団を倒してくれた。どうやら勇気の部分も手に入れてくれた。リックの姿が見えない。あいつはどうした。死んだよ。ひとまず話は後じゃ。魔物に壊された城を修復しよう。城が大きく壊された。修復は骨が折れる。ほぼ元通りになった。リックが裏切り者でしたと。あいつはずっと恐れていた死から逃れるために教団の仲間になろうとした。お前は本当にバカなやつだ。もう真実を話しても良い頃ではないか。お主が最初から教団を信じていなかった。私はついに教団に勝つ日が来たと思った。しかしその時すでに城内には裏切り者の気配があった。だから私は本心を隠すべきだと考えた。アネッサはお主が来る前から教団を倒す気じゃった。だが教団に潜入、わしが教団に潜入したのはその証拠。本心を明かそうとも思ったが、王様の言葉に従って思いとどまった。騙すならまず味方から。魔法の作業台を手に入れた時、王様がおっしゃった言葉。リックのやつめがこの世界は偽りだと意味のわからぬことを申していた。それであやつは魔物になってでも教団の仲間になれば真実を知り生き延びられると考えた。ドンダルキアのことを聞かせてくれ。わしからも話がある。他の者は少し待ってくれ。わしは改めて書物を漁り、細切れになった記憶をかき集めてみた。そなたが見てきたロンダルキアの話を聞けば世界の謎について何かわかるかもしれん。とはいえこんなところで話すのもなんだ。わしについてくるがよい。どこに行くの。そうか、ロンダルキアは地獄ではなく天国のような場所であったか。この世界はどうやらそなたが死に、わしの記憶の断片にある世界とはどこか違っている。並行した世界なのか別次元なのか、現実で幻を見ておるのか、誰かが何かのために作り今は消えかけている。リックはこの世界が偽りだと信じた。救済を求め教団の手先となった。正しき道を示してやれなかった。もし知っていたら聞かせてほしい。そなたの知っておる世界でわしの娘はどうなっておる。つつがなく暮らしておろうか。てか何年後なのそもそも。倒してすぐなの。このわずかに異なる世界になぜビルダーたるそなたがおるのか、それはわしにもわからん。何者かに呼び寄せられてきたんなら何か意味がある。もし世界が明日滅びようとも教団に勝つという目的は果たしたい。頼むぞ、ミナディン法を完成させてくれ。というわけで、まあそんな感じでしたね、この世界はと、いうことで、じゃあ今回はこれで終了して、次回はミナディン法の完成ですね、これを目指して、いきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー
していただければ幸いです。